ドリちゃんです。ケンちゃんです。ユウちゃんです。僕たちの遊びは、はい、というわけでね、前回の続きということで、これこれの小学校のギアプレイに行きましょう。はい、来ました。もうこの校長先生の話が長い、そしてバーコード。このね、教頭先生が一番良かったな。笹線。笹線バチクソ怖いから。佐々木先生。佐々木先生。うわ、橋爪先生がめっちゃええしてんの。もう若24歳ぐらいで、この時。ドリちゃん全然出てこない。やろう。ドリちゃん次にいます。わかるかな、ドリちゃん。ドリちゃんわかるかな、どうだろう。で。わかんない。誰？やっぱ小学校ってみんな面影ないんだ。もうやめろやめろ。割れて。でも軽く割れてるほら。え、でもそこまで割れてるやろ。全然わからん。てか髪超ストレート。いやめっちゃストレートや。かわいいよ。そこ反応せんや。このカメラ撮ってる裏で、オカンがずっとふざけん。いやいや、オカン君の話分からんし。めちゃくちゃふざけん。こいつめっちゃおもろかったよ。これあ、こっちの今の面影はある。あ、じゃあトリちゃんが何クラブに戦ってよ。サッカーじゃないの。あの、一番楽な部活っていうのがあって、卓球部だな。これ大体不特定多数のいないもん。いや、今いたよ。どれ。あ、これか。それや。あ、これかわいい。いや、まあ、顔違うね。いや、違う。ちょっとやった正直。やるか。ちょっといじってない。もうこれ見たらまた分からん。俺、4人やったから。鳥越ゆきというのはどういう人物か。これそう。わかんない。てか、それ、俺の目がね。あ、ちゃうか。あ、これ、何してんの俺、びっくりした。今気づいたわ。え、これ、鳥ちゃん。そう。え、わかんないです。毎回写真の顔が違う。毎月いじってたんかな。将来の夢、あ、これ見たいね。これに、お笑い芸人ないの。僕は将来の NBA に入ってプレーすること。バスケがちょっとハマってて、バスケやったら背伸びると思ってね。中学になってきたことはやっぱバスケしたの。女子だよ。で、1年間中1やって、あの、伸びんってやめた。夢語れんの。以上ですね。あ、で、ゆうたろうは。はい、ゆうたろう。うん、ないです。どういうこと。この世に存在してないんですよ。え、でももらったよ。もらって、うん、まあ捨てちゃった。え、分かんない分かんない。卒アルを捨てるっていう感覚が俺には分からない。闇が深すぎて。だって思い出とかなくないですか。あるよ。まあ、広島っていうのもあって、10代というものをキラキラ過ごしてなかった人生だったので。広島っていうのもあって、もうそれ語弊語弊が広島が、まあ、進んでるみたいな。だから2人の見てても、もうなんかもう心がざわざわして、うん、闇深ねー。中学とかほとんど行ってなかったから、いないし。怖いよ。もう話さないで。あ、ということですので、ゆうたろうくんには代わりの秘蔵品を入手しました。私のやつ。バスケットボール。かわいい。お時間だ。いや、多分本来であればかわいいってなるんだけど、この流れで見てるからさ。でも最近このテンション出てくるな、ちょいちょい。最初出会った時はあんまなかったけど、この間の俺ニワトリが衝撃やったの。おお、もう一回見たいな。やだやだやだ。朝目覚めました。あー眠いな。いや、いいんです。ニワトリの声が聞こえてきそうだな。あ、もう11分撮ってるわ。ニワトリの声が。次に行きますよ。ニワトリの声が。まーなー、ポケコッコー。さて、次回の僕たちの遊び場はカモンベイビーアメリカじゃん。紅白出てました。はいはいはい、分かった分かった。チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。リノさん、ハッピーバースデー。そしてハルちゃん、7歳の誕生日おめでとうございます。僕が7歳の時は仮面ライダーが大好きでした。好きなことをたくさんして、のびのびと生きてください。では、最後、何か可愛い子をやらってこれ変身。え？え？